こんにちは、Eテレ大好きプリママです。今回は超貴重マヤお姉さんとゆういちろうお兄さんの特別対談の様子を余すことなくご紹介します。それではどうぞ。マヤお姉さん、この半年を振り返っていかがですか？思い起こしてみるとあっという間の半年でした。いろんなことを覚えたりやらなくてはならないので毎日忙しくて大変でしたが、充実していて本当に楽しい半年でした。周りの先輩お兄さんお姉さんの中に飛び込んで自分が思うように表現できないときは落ち込むこともありますが、ずっと歌のお姉さんになりたかったので番組の中でお母さんと一緒の歌をたくさん歌わせていただいて、私はやっぱりお母さんと一緒の歌が大好きなんだなと感じる毎日です。お兄さんから見てマヤお姉さんはどんな人ですか？大変だと思われる時も慌てずあたふたすることがないですね。聞いてみると緊張しているというのですが、そう見えないんですよね。大物です。ゆういちろうお兄さんがマヤお姉さんと初めて顔を合わせたのはいつですか？またその時の印象は？マヤお姉さんのオーディションの時です。自己 PR の時に絵を描いていました。すごく丁寧に丁寧に描いていて、それが印象的でした。オーディションでは自分が小さい頃に見ていて大好きだったグーチョコランタンの絵を描きました。その時にゆういちろうお兄さんと一緒にありがとうの花も歌いました。歌っている時目を合わせたらすごく自然に微笑んでくださって、歌も素晴らしいし、こんなに近くで聴けて、ああ、なんて幸せなんだろうと思いながらのオーディションでした。そうだね、マヤお姉さんも目を合わせるとちゃんと返してくれました。気持ちを寄せて歌ってくれる人なんだな、とその時に思いましたね。初めてレコーディングしたのは何の曲でしたか？4月の月の歌、うららですね。結構時間をかけてレコーディングしました。初めてなので、お互いの癖みたいなものをどこまで寄せるのか、寄せすぎないのかを探り探りやりました。私は音の取り方や表現の仕方などが全然わからなかったので、そこはゆういちろうお兄さんの真似をして歌いました。でも自分の声のままで歌えたので、多分ゆういちろうお兄さんがそうなるように導いてくれたんだと思います。あの時はとにかく追いつけなきゃと必死でした。マヤお姉さんに聞いてみたいことは、これまでの学生時代と違ってお母さんと一緒の現場は年上の人ばかりですよね。それはどうですか？全然抵抗ないです。失礼なのかもしれないですが、あまり年上という感じがしません。いい意味ですよね。もちろんいい意味です。テレビに映っている感じもそうですし、普段喋っていても楽しいし。ゆういちろうお兄さんに聞いてみたいことは？ゆういちろう&マヤだからできること、やってみたいこととか何かありますか？なんだろうな。マヤお姉さんも僕も舞台が大好きなので、お芝居やミュージカルの要素を加えたものができると楽しいかもしれないですね。今までもやっていますが、もう少し濃くそういうものを取り入れて、お子さんたちが楽しんでくれるお芝居など何かできたら素敵かも。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆういちろうお兄さんとマヤお姉さんの2人の雰囲気とっても大好きです。バイバーイ。